い、どうもエキゾチックホッタです。今日は前の動画で、前というか結構前なんですけども、前の動画でアメリカザリガニ、特にあのタイゴーストって呼ばれるザリガニで、脱皮するごとに、その体の色が変わるというちょっと変わったゴーストザリガニの仲間で、そのザリガニが、実際抱卵っていう形で、抱卵っていうのはまあ卵を持つっていう感じで、その交尾をした後に卵がまあできてきて、でその卵が今孵化して、ちっちゃいザリガニがいっぱい生まれてきてるんで、そのザリガニを、ちょっと紹介していきたいなと思ってます。じゃあ、早速ですが、そのザリガニを紹介していきます。はい、それでは、タイゴーストの抱卵してる子を、紹介していきたいと思います。この子たちはこの今の左から、この子がオスでこの子がメスなんですけども、この子たちはまだ交尾はしてないですね。でこっちの子ですね、問題は、この奥の方にいてるメスが今抱卵してる子になります。ちょっと見づらいんですけども、ザリガニの、尻尾、左の方ですね、目が右側にあってずっと左にたどっていってもらうと、尻尾の方に、いっぱいザリガニいてますよね。それが赤ちゃんになります。今回、この子ちょっと、ここからちょっと移動したいと考えてます。本来なら、そのザリガニが、抱卵してからあまりザリガニ自体を移動するのはあんまり良くないんですけども、まあ、あくまでこれは自分のまあちょっと考えなんですけども、卵を持って、まあ、すぐにちょっと移動してしまうと、まあ、落卵というか卵を落としてしまう場合があるんですね。落とすというのは、まあまあ、卵をまあお母さんがそのままポロって下へ落としてしまって、こう、自分の尻尾から離れてしまうことがあるんですけども、僕はちょっとそれが怖いんで、もし仮にまあ生まれ、まあ、本当ならこのままこの状態で置いとくのがいいんですけども、まあ、ちょっとそのなかなかその難しいとこもあるんで、僕の場合はこの赤ちゃんたちが孵化してから、実際にこうね、まあ、ちょっと下の方見てもらったら分かるんですけども、ちょっとちょこちょこっとこうこっちですね、この右側にちょっと動いてる子いてますよね。今画面の真ん中ぐらいに出てる子なんですけども、こういう感じでまあちょこちょこ歩き始めたらぐらいに、まあ、ちょっと水替えとか一気にこう移動するっていう考えで僕は今行ってます。もし仮にこの赤ちゃんたちが、まあ、ちょっとその水替えのショックっていう、まあ、ちょっと危険というか、まあ、リスクがあるんですけども、まあ、もし仮にこの子たちが、まあ、そのままその尻尾から逃げた場合に、まあ、そのまま尻尾から落ちた場合に、まあ、その実際に自分たちでも動ける状態なんで、まあ、実際その落ちたら、まあ、そのまま元に戻らなくても自分でご飯を食べていって成長してくれると考えてるんで、そんな感じで今僕こういう感じのこの時期に、まあ移動するって形を僕は取ってます。まあ、これはあくまで個人的な考え方なんで、まあ間違ってるっていう方もいらっしゃいますし、これが合ってるっていう方もいらっしゃると思うんで、これはまああくまで参考としてお願いします。まあこんな感じでまず新しい水槽を用意してから、この子を移動していきたいと思います。じゃあこちらが、新しく、移動するための水槽になるんですけども、まあ、前から準備しておいて水を溜めておいてたんで、ここにまず、共食い防止のために、まあ、赤ちゃん同士がちょっと共食いをするんで、まあ、ザリガニ共食いをするんで、ここにそのココファイバー、ココナッツファイバーの100均とか園芸コーナーとかで売っている、ココファイバーをここに入れて、それで、まあ、共食いを防止する形をしたいと思います。感じで入れていきます。大体こんな感じで、水槽自体の準備はこれで終わります。じゃあここに、ザリガニ自体を入れていきたいと思います。じゃあこちらの、今回、抱卵していたザリガニがこちらになります。いっぱいこうお尻の方にこう赤ちゃんをつけてます。
じゃあこの子はもう水合わせというか、まあ、水温合わせと水合わせがある程度終わってるんで、この中に入れていきたいと思います。大体こんな感じで移動は終わりになります。まだちょっと環境に慣れるまでちょっと多少時間かかると思うんですが、まあこんな感じで赤ちゃんがみんな成長したら、ここでまたこの赤ちゃん水槽みたいな感じで作る予定になります。じゃあ今回は、こんな感じで、終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。